こんばんは。2月9日水曜日の乃木曜日を担当する架橋さやかです。よろしくお願いします。こんばんは。皆さん今日は何されてましたか？私はそうですね、メンバーと話してました。仕事お疲れ様です。こんばんは。じゃあ乃木曜日選手権いきます。まずは乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の競技はもうすぐバレンタインということでハートコレクトです。トランプを合計10枚引いてハートのカードの合計を競います。例えばハートのエースとキングの2枚を引けたら結果は14になります。週の中で最も多くのハートを集められたメンバーには素敵なプレゼントが贈られます。ということで今の1位は火曜日のレイちゃんの31だそうです。リカは月曜日のリカは0、ハートが出なかったのかな。なので10枚まずは引こうと思います。引きます。10枚取りました。じゃあハートの数を数えていきます。いきます。はい、スペードの7、クローバーの10、ダイヤのクイーンスペードの J、 ダイヤの4、ダイヤの6、おハートの J クローバーの S、クローバーの4、ダイヤの7ということで11個でした。終わります。3人しかいないのに1位取れませんでした。れいちゃん運いいからな。終わりました。
況報告をします。近況報告をします。5期生11名の加入が決定しました。おめでとうございます。パチ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 。2月6日オンラインミート&グリートがありました。楽しかったです。2月10日は乃木坂46の新内麻衣さんの卒業セレモニーが開催されます。そして2月11日金曜日は、NHK さんでラジオをみんなでします。2月12日は星野みなみさんの卒業セレモニーがあります。そして2月21日はからは乃木坂46時間テレビがあります。どれが気になりましたか。46時間テレビはやっと今年から高校を卒業したので夜も出れるのかなってちょっと楽しみにしてます。あの年末年始もカウントダウン TV さんに年始出させてもらったんですけど、あの初めて深夜帯に出られまして、あの IC に出られました。それがすごい嬉しくて喜んでたらスタッフさんとかあのにもお祝いしていただけてとても嬉しかったです。電子代決めた。電子代は決めました。でもすごい意外な企画なんじゃないかなと思ってますので、みんな予想してみてください、何するのか。ギターじゃないの、どうですかね。でも、まあ、みんなそういう音楽関係するんじゃないかなって思ってそう。この間も乃木坂スター誕生でゆりちゃんとオリジナル楽曲披露したんですよ。ゆりちゃんが作詞とボーカルしてくれて、私が曲を作って隣でニョニョニョってギター弾いてました。すごい、なんだろうな、コードが素敵なんで、ブログに載せたらみんな見てください、あの楽譜。みんな何なら意外だと思うんだろう、逆に。ギターのサインは誰の？ギターのサインは南こうせつさんです。すごすぎますよね、乃木坂スター誕生にゲストとして来ていただいた時にサインを書いていただきました。嬉しい。なんだろうな、いやそうなんですよ、何をするかお楽しみにしていてください。お願いします。そんなとこかな、近況報告は。じゃあ、次に前回の配信メンバー
千宮レイちゃんからの宿題をやりたいと思います。はい、レイちゃんからの宿題。さあちゃんへ、乃木坂のセクシー担当さん、セクシースクショタイムしてください。いや、分かってるな、レイちゃんは。いい子や、いい人や。分かってるな。まあ、岡山のセクシー担当って言われてたけど。まあでも、嬉しいですね、この一行目が。嬉しいな。嬉しいな。やりますか。嬉しいんかい。嬉しかったの。え、嬉しいよ。いじられてますよって言うな。いや、わからんやん。やっぱレイはね、あの賢い人なんでちゃんとわかってるんですよ。じゃあ、どうなんだろう。セクシースクショタイムって何？何したらいいんだろう。じゃあ、行きます。3、2、1。できました。うふんしました。いやー、みんな何を言ってるんでしょうか。セクシーじゃないなんて分かってないですね。ということで、宿題は完璧にこなしました。なんで、そうですね、あと7分ぐらいコメント読みます。読みましょう。今来ました。架橋さやかです。よろしくお願いします。曲素敵でした。本当ですか。ありがとうございます。また作りたいですね、曲。編み込み自分でやった？できないですよ。やってもらいました、メイクさんに。いつ曲作ってるの？いつも。北海道から見てるよ。寒くないですか？いつか行きたいです。おすすめの曲ありますか？わかりません。なんだろう、おすすめの曲？なんだろう、最近よく聞くのは乃木坂の隙間、よく聞きます。明日雪だね。明日雪本当に降るんですかね。何
んで右手だけ爪長いんですか。ギター弾くので左は切るんです。ギター弾く人あるあるだと思うんですが、うん、2万人本当に言ってる。私の画面では言ってないけど。今日誕生日おめでとうございます。うん、10万人3万人ってみんな面白いんだから。リカちゃんとの近況教えて。最近2人でご飯行きました。あのリカが教えてくれたので教えてくれたお店に行きました。ほんと珍しくメンバーと遊びましたね。遊んだっていうほど前にさっと食べてさっと帰ったけど。大学は今春休みです。昨日依田さんに私の大学の話したらめっちゃ笑ってくれた。嬉しい。ね、いや面白い大学じゃないけど私のなんか周りで起こることが面白い。ギター教えてほしい。いや教えれるほど上手くないんですよ。でも簡単な曲やったら教えたいです。なんだろう。2万人、あ、2万人本当に超えた。やった、本当に超えた。嬉しい、ありがとうございます。じゃあ一旦次の答え宿題を考えたいと思います。担当メンバーはまだ決まっていません。なので、宿題だけ考えます。書きます。次回の
次回のメンバーさんへどんなお仕事してみたいか教えてください。最後よりシンプルに気になるので聞けたらいいなって思います。じゃああとは10分ぐらいコメント見ます。考えてたんかい。考えてたよ。気になってた最近。ギター始めたよ。すごい。弾けるようになったら楽しいから頑張りましょう。ご規制に合った？ちゃんとはそんなにみんなみたいに合ってないです。ギターいつからやってるの？中学2年生の時から毎週習ってました。高校は一瞬軽音部に入ったけどすぐに乃木坂に入ったのでやめました。すぐに。なんだ？受験だから応援してください。頑張れ。頑張ってください。私もちょっと頑張りました、受験の時は。さーちゃんがやりたいお仕事ある？やりたいお仕事はそうだな、作曲ですかね。あんまりそれ以外のことができません。こうやって話すのとかもすごい苦手だし、明るくこうリアクションとかを取るのも苦手だし、逆にそうですね、あんまり他のことができませんっていうのもありますし、あと中学高校乃木坂入るまではずっと将来の夢作曲家って言ってたので、あのクラスの前で進路発表とかする時も言ってました。でも先生に言われました、国語を頑張らないと無理だよって言われてました。最近好きな芸人は、最近好きな芸人さんは、最近好きな芸人さんは、まあ好きな芸人さんランキングね、1位はさらば青春の光さんで、2位3位4位はまあ順位は決まってないんですけど、1組目ジャルジャルさん、これはずっともうずっと好きな人たちね。もう1組ズルル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 オズワルドさんです。匿名ぺこぱさんで一緒に共演させていただいて、すごい面白い方だなと思ってコントも見るようになって、そうです、 M1 も決勝まで行ってらっしゃったので、すごいなって思いました。最後一番今、いやあのね、めっちゃ迷ったよ。めっちゃみんな好きだけど、めっちゃ迷って最後に一組
ランジャタイさんです。ランジャタイさんもあのそう匿名ぺこぱさんでなんか TM ラーメンっていうネタを見てめっちゃ面白くてハマりました。あとはねでもすっごいそりゃ迷ったよ。他にもお仕事ですごいねあのお世話になってる方とかも迷ったけどめっちゃハマってるのはそこかな。あのねあのね金属バットさんも YouTube めっちゃ見ててハマってます。そうですね知ってますよ。あとは笑い以外だと春高バレー結構見てたかな。ちょっと前の話になっちゃうけど見てて女子が終日かな優勝したのがあのめちゃめちゃ地元の高校だったのですごい嬉しかったっていうのと男子の方は私がお仕事で学旅で行った高校だったのでなんかすごい縁があるなと思って今回の春高見て応援して見てたらそうすごい楽しかったです。そんな感じですかね。でも本当に今いろんな芸人さんの名前が出ているんですけど本当に結構皆さんのラジオ聞いたりしていますね。バレエやってたから嬉しい。本当ですか。私もな男の子だったらやってみたい。なんでバレエ好きなの。ハイキューが好きでハマりました。そうですね。じゃああと2分なんで終わろうかな。コメント読み終わろうかなって感じです。いっぱいコメントありがとうございました。じゃあエンディングに行きます。はい乃木曜日水曜日終わりのお時間です。みんなと話せてよかったです。次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。それでは今日のお相手は架橋さやかでした。ありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。